後、まあ、フィリピンですね、スマートおすすめプラン、フィリピンいらっしゃる方なんですけども、お得なプラン教えてくださいと、あとスマートのエリアとか電波どんな感じなんでしょうかってことなんですけども、念のためお伝えすると、スマートっていうのはあとフィリピンの有名なキャリアの一つで、グローブとスマートっていうのは、まあ、大体2つ大きなキャリアなんですけども、グローブの方がまあちょっと今優勢かな、 G キャッシュとかの関係もありますので優勢かなっていう感じですけども、まあ、お得なプラン、スマートもですね、アンリとかあのプランお得なものがあるんですけども、1ヶ月間でですね、契約あのプリペイドで払ってしまうと、まあ、例えばコンドミニアムとかご自身のですね、ホテルではフリー Wi-Fi がありますよね。フリーというか、その固定で使える Wi-Fi があると思うので、ちょっとその1ヶ月分先にあの契約してしまうのもったいないなというのがあるので、まあ、あの1週間ごとに使えるですね、1週間7ギガとかですね、そういったものがあるので、スマートのプランですね、まあ、この辺細かくはあの LINE してもらえれば、公式 LINE の方から連絡いただければお伝えします。で、フィリ、あの